どうもこんばんは。白味自己投票でーございます。じゃ早速ですけどね、懐かしいですね、これ。うわ、マジかよ。黒電話の感触ちょっと欲しくなりますよね。黒電話か。あー、じいこじいこ回ったやつね。うん。まあ、こうやってね、懐かしいですね。4種類、なんなぜに電源が押したみたいな気がするけどね。まあ、4種類あるらしいですけどね。うん。あー、これガチャガチャにあんのマジか、みたいな感じでね。 えー、カプセルトイであの感触をおつと下げ。難しいけど、買うってまでいかないんだけど、うん、でもなんか欲しいよね。4のシビューってあの、赤の何みたいなことあったけどね。うん。これはこれでいいかもしれないね。で、あの、これですよね。元、あの元、あのー、SMAP の3人、やっと普通にあのー、中央派囲でレーうん、って感じですよね。うん。やっとなのか、あの、スッキリ名前、 出演で浮き彫りになった古巣ジャニーズとの深い溝って感じですけどねまあ俺からするとうんまあジャニーさんが死んだからってこともあるだろうしいろいろあるんでしょうけどねうん事務所のね力もあるだろうしあと触らぬ神にただりなしってことあのうんってこともあったのかもしれないけどただあのにやみを避けるようにあの地上波両方ともあの他のジャニーズとはかわつぶらないように呼んでるみたいな感じですよねうん まあ今後の活動はね、楽しみですけどね。えー、僕はちょっとあの、草薙教師頑張ってくれよーって感じがしますけどね。うん。なんか、あとはまあ、そんな感じですよね、今日はね、って感じですよね。網走流氷祭り短縮しましたね。4日間の予定がね、あの雪が足らない雪像です。雪像を作れないですで。仕方ないので、2月の8日、9日、8、9ですね。 その2日間ね、やるらしいですね。うん。55回網走オホーツ流氷祭りっていうタイトルです。55回かよ。うーん、ね。雪不足はちょっと厳しいですよね。うーん。あ、でも、氷像発揮のみは展示する説ですね。うん。まあ、それは仕方ないですよね。メイン雪像は今後の雪立を見ながら、最大の小さい中雪像の雪像を検討するらしいです。でまだ諦めてません。 ね、やっぱり、ね、こういうところねあのやっぱり北海道ですとか、ね、雪雪像がね大事だというのはなあのイベントで来てもらうにはちょうどいいって感じですね頑張ってくださいってことであとはもう、うん「魔王学院の不適合者」がアニメであの20 2020年4月から始まるらしいですねうんね魔王がね二千年転設2000後 2000年後でどうたらこうたらっていう話ですね。で、不適合だと、あのーえー、検査、検査で失敗してって感じですよね。うん、簡単に言うと。で、ああだこうだって。<laughs> うん。これ、ネタバレしちゃうかもしれないな。漫画の方は読んでるんですよね。うん。これはこれで。で、声優さんはどうでもひひどいな。うん、だってわかんないもん。声優さんに言われてもわかんないですからね。 最近のやつ声優コロコロ変わるからわかんないですあのコロコロ変わるって意味は違いますよあの同じタイトルでコロコロ変わるのやくあの大体、あのー、3ヶ月に1回アニメって終わるじゃないですか 10, 10話から13話で,でそしたらガラッと変わるからああやっと僕の前のやっとあこの声優さん合ってるなと思った時にはもうすり終わってますうんでちなみにあの前回のやつまあ 10, 10月から12月のやつは見てません一切うん一切見てません アニメを見てないっていう気象ではないんですけど、一切新番組としては見てませんあの。見る時間がないというか、情報がなかったから、これ見たらいいよっていう人が何も言わなかったです。ついでに言うとうん、そういうサイトあんまり見てないので気づかなかったというのもあるんですけど、だいたいその時は、まあ、終わってから見るのは僕の主義なんで、<laughs> 終わってから見るんでしょうね、また。うん。でもなんか見たいって気も、30何体とかあったような気がしたけど、見たいというのは一個もなかったのが、 ててうかか情報が入っっこなかったのが不思議ですね、うんあとはまあ、やりようアニメ、本当うーん、漫画で終わってます。最近ね、漫画読みまくってますからね。うーん、漫画といえばね、うん、Kindle で見るとね、なんていうか、あのー、やば、なんか変なのばっかり、こう、こうやって、あっ、ね、ねつ狙い。うん、最近なんか変なのばっかり読んでるような気がするけど、こ,こなんなもんかな。うんね。 最近あのレベル1だけどユニークスキルで最強ですとかねこ,この手のもの読んだりとかするんですよねうんねえトリアージ X 買ったけど読んでないなあ,あと100人の英雄とかね読んでないのも結構ありまてねあの再倫入社の復集団っていうのも結構ハマってねおおこんなのもあるのねって感じで読んでましたけどなんで俺記録ついてないのようんなどうだあ,あ最後の一番最後のページこのページがあるんですよ ちっあの、ここまで読むんですよそしたら次のペーここ,もここの次までいかないと <laughs> 既読にならない、うん、うわうわうわみたいなもんですちょっと悲しいかなうん、ね、そんな感じですでは今日はどうもありがとうございましたうーんなかなかね雪まつりもねあれだし芸能界もなんかいろいろと大変ですがねもうそしたらあの、謹慎処分解けて解けて ね、出れる人たちがいっぱい出るんだろうけど宮迫さんとかはね、うん、必要な人だと思いましたあの雨時見たらわかりますよねあれはってではそれでさよなら今日もありがとうございましたもしチャンネル登録してたらありがとうございますさよなら